どうも、サムティです。今回も、彼女は最後にそういった、パート3かな？え？パート 3？ パート4かな？やっていきたいと思います。前回は、どうだっけ？そう、序章をクリアしましたね。どっちか、こっちでいい？いいね。じゃあ、次、行ってきましょう。はあ。どう変えたんだろうね。すごい不思議なところではあるけど。また同じこと言ってる。これまさか。お祭りの夜、展望台で待ってます。同じだよね。どういうこと？村のお祭りの日。え？そうだよね。昨日だったよね。え？どういうこと？あれ？タイムリープをしたってことなのかな。はあ。そうで、そうなるよね。8月10日は繰り返している。一体なぜ？とね。何があるんだろう。その線もあるかもしれないよね。じゃあやっていきますか。はい。本当にまた祭りをやってる。ループしている時間ね。はい、お願い事。あ、そんなんあるの？へえ。あれ、この言い方気になるね。これ複数エンドがあるのかな？それともただのお楽しみ要素的なやつかな。南の方ね。じゃあとりあえずセールしましょう。ああ、そっか、このイベントあるんだっけ。相変わらず。あ、そうだよね。慎太郎だけかな。とりあえず。行けたりはする？
するのね。天明寺かな。やってみますか。第1問。口は3、目は4、鼻は9。ん？口は3、目は4、鼻は9。では耳は。うわ。んー、どれだ？ どういうことなんでしょうね。 鼻は9。何なんだ？これは、本当にわかんない。とりあえず当てずっぽうで行ってみますか。100とか行ってみます？ じゃあこれ超。口は2角、鼻は4角、鼻が9角で、耳が超角ってことですね。じゃあ第3問いってみますか。あ、第2問。毎年4月になると新しくなるおもちゃは何？どれでしょうね。毎年4月になると新しくなるおもちゃ。カルタとか？ なんだ？粘土？そういう。はい、じゃあ3問目いきたいんですけど、ちょっと、時間もいい感じなので、今回はね 中途半端かもしれませんが、ここで一旦終わりたいと思います。また次回はこの続きからやっていきたいと思います。それでは今回はここで切ります。ご視聴ありがとうございました。